どうも、マキロンです。今回なんですけども、今回はね、豊橋魚市場にやってきました。そしてね、気温もだんだん寒くなってきたので、おそらくね、市場の様子もガラッと変わってくるかと思います。そんな様子をね、僕と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。そして僕の動画では毎週市場の様子を上げてるんですが、毎回並んでる魚の種類の値段全然違うので、お魚好きの皆様ならぜひ楽しめると思うんで、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、今日も楽しみに市場の早速行ってきましょう。いや、今日はね、なんか冬らしい魚がおれば買ってきたいなって思ってます。いや、どうかな。どうぞ。今日は契約の際かな。はい、いらっしゃいませ。卵の3倍分。はい。ここに？オッケー。はい。半分で、半分で。
でかいで、メスが多いよ、メスが。メス。メス。ほら、メス。メス。
ただいまってことでね、今日も一番回ってきたんですけども、今日もお話ししてくれた方々本当にありがとうございます。そして今回なんですけども、今回はね、まあ冬のお魚というより夏から秋が旬のカンパチの子供初号を購入させていただきました。ちょっとね、本当は冬のお魚を買おうかなと思ってたんですが、あんまりまだ市場には出回ってなかったので、今回はね、目に留まったカンパチを購入してきました。あと今回ひときわ目を引いてたのが、巨大な糸引き味が売られてました。なかなかね、画像では伝わらないと思うんですが、めちゃめちゃでかかったです。もうまるでいつも見てる魚体とは全然違うかったので、結構衝撃受けました。ぜひね、こんな巨大な魚興味がある方は豊橋魚市場来てみてはいかがでしょうか。はい、ってな感じでね、今回も楽しい市場巡りになりました。これからも毎週市場の情報をじゃんじゃん投稿していきますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。これからもマキロンチャンネルをよろしくお願いします。コメントや高評価もよろしくお願いします。じゃあな、しー。